皆さんこんにちは。情熱で奇跡の成長を導く、日本で唯一売り上げを上げるチームビルディングコンサルタントの岩見です。今日のテーマはですね、会社の成長スピードは何で決まるのかという話をしたいと思います。経営者や経営リーダー管理職、このより上司管理職側に立つ側としてですね、常に会社を成長させていこうと、成長のスピードを上げていこうというふうに、こう思ってらっしゃると思うんですけれども、この会社の成長のスピードってそもそも何で決まるかというとですね、まあ、ズバリお伝えすると、もう人の成長のスピードで決まるんですね。要はですね、簡単に言うと人の成長が一番遅いんです。ボトルネックになるんですよね。世の中のスピードはどんどん速くなっていますね。情報だったり、例えば移動する物理的なものですね、ものさえも速くなったり、してるわけですね。どんどんこう物理的なものの世界って小さくなったりとかしていて、こうスピードってどんどん上がっているけれども、実は人の成長のスピードってどれだけ上がっているかというと、その技術の進歩以上に、上がっているとはやっぱり思えないわけですよね。実際そうではないと思うんですね。ということは、良くも悪くも言えば人の成長のスピード自身がネックになって、この成長のスピードが上がれば、もちろん人の成長より、他の要素が早いとするとですね、それに連動して会社が成長していくということになるんだろうと思うんですね。なので、この人の成長が早い会社、人の成長のスピードをこう促進していこうという会社ほど、会社の成長のスピードは速いんじゃないかなというふうに思っているんですね。要はボトルネックになることを、なりそうなことを解消するっていうのを、こう経営とかマネージメントで話があると思うんですけど、まさしく人の成長っていうのはボトルネックになりやすいものなんじゃないかなと思います。ぜひですね、会社の成長のスピードを上げたいとより思っていらっしゃるのであれば、人の成長のスピードをどう上げるかということをね、一度考えていただけたらなというふうに思っています。いかがだったでしょうか。情熱で奇跡の成長を導く、日本で唯一売り上げを上げるチームビルディングコンサルタントの岩見がお伝えしました。ありがとうございました。